はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は復活、これだけで中学受験できます。中学受験算数基礎講座、明晰図の4回目ですね。今日はね、食塩水の問題を明晰図を使って解いてみるっていうのをね、やってみましょう。まあもちろんビーカー書いてねやるっていうのが一番非常にまあ目で見て分かりやすいんですけどね。今日は明晰図で解いています。 5% の食塩水 120g と 9% の食塩水 200g を混ぜると何%の食塩水になりますか、ね。明晰図を先にやってみますね。 5% の食塩水 120g っていうのはね、さあ横を 120g 食塩水、縦を 5g ね、ごめん 5% ね、で5ね 120g に 5%、 まあ実際には 0.05 かけるとこれ塩の量が出ます。これ塩です、ね。でそして9% の食塩水 200g、 さあ横が食塩水の量、 9% 縦を、濃度、これも 200g かける0.09すると塩の量が出るわけです。これを2つ混ぜ合わせるとどうなるかというと、ね、5% はちょっと上がって 9% はちょっと減って、でこの飛び出た部分の長方形の塩の量がここに入るわけだね。ね、でこれとこれは同じ、まあちょっとね、あれだけもうちょっと補足しましょう。ここね、この長方形とこちらの長方形は同じ面積なわけです。で同じ面積なことを利用して、例えば横120対200ですよね。120対200っていうのは簡単に言うと3対5です。3対5ですよね。で面積を等しくするためには横が3対5だったら縦は逆比ですね。これ5対3であればいいわけですよ、ね。でじゃあこの 5+3 の部分、ここは 5% と 9% ですから 9-5 は4、つまりここからここまで 4% なんです。 5+3 の8が 4% だということです。ですから1は4÷8 の 0.5%、ね。で5ですから5は 2.5% ですね。だから平均食塩水混ぜ合わせた濃度は 5% からこの 2.5% を足した 5+2.5 の7.5% だっていうふうになるわけです。こうやって面積図出していくわけ。じゃあもう一問、こっちも面積図やってみましょう。 11% の食塩水 250g と 19% の食塩水 150g を混ぜると何パーセントの食塩水になりますか。さあ同じやり方でやってみます。 250g で 11% の食塩水、そして 150g で 19% の食塩水、
さあ混ぜるとこんな感じですよね。でこっから飛び出た部分の塩の量がここにはまって混ざるというわけです。でこの時に250対150、5対3ですよね。長方形の横の比は5対3です。ね、ってことは縦の比は3対5ですね。5、3、15、5、3、15になるわけです。ね、たらさあ 11% と 9% の差は 9-11 の 8% で、ここの税この差は 8% なわけです。で 8% を3対5に分けるわけです。3たす5は8ですから、8が 8% なんですよね。8が 8% ですから、1は1% です。で、これは3は 3% ですから、ここね、11% の 3%、上が平均、つまり食塩水の濃度です。11たす3は14。さあ、この食塩水は 14% になるわけです。さあ、実際にね、こちらの方で、実際にこれ普通にねビーカー書いてね、塩の量で出してみると、いやちゃんとね 7.5% になるんですよ。これでしょ、 5% で 120g120×0.05 は 6g ですよね、塩の量。さあこっち 200g9%200×0.09 は 18g です。さあ、そして混ざると 320g。そして塩の量は6たす18で 24g です。ね、24÷320 やってみましょう。24÷320 は 0.07。7に14、3、7、20、22。061で0つけ足して1600から325、0060です。 0.075 でしょ。 0.075 は 7.5%。 どっちでやっても答えは同じになりますね。こういうね2つの見方ができるっていうのが、結構ね、なんかセンスが良くなるっていうかね、これがまあ算数の面白さだなっていうふうにね、まあ私は思いますね。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップお願いします。次回はね、これ面積図を書かないと解けないっていうね、のをやってみましょう。では今日はここまでにしましょう。